野田駅は大阪府大阪市福島区海老エ一丁目にある阪神電気鉄道本位線の駅。駅番号は HS03。阪神電気鉄道の本社は当駅の北側にある。区間特急、急行、区間急行の停車駅である。以下の駅と近接しており、乗り換えが可能である。また、過去には阪神の路面電車、国道線と北、大阪線のターミナルが、 駅の北側にあったが廃止され現存しない。跡地には1992年に梅田より阪神本社が移転し、同年8月にはショッピングセンターが開業している。両線の駅は本線の北側、現在の野田阪神前バス停の位置にあった。JR 西日本にも大阪環状線に野田駅があるが約500メートル離れている。JR 野田駅と ほぼ同一にある千日前線の駅は玉川駅を名乗る。1954年、南側から見た阪神の大駅周辺。阪神本線、国道線、北、大阪線の位置関係がわかる。ホーム島式ホームにメイン4線を持ちたい施設備のある高架駅。2階に改札口と立ち食いうどん店などの店舗。3階にホームがある。改札口は駅西方の1カ所。 PTC 導入前は駅の正方に野田信号所が設置されていた。廃止後はその後が残っている。高架下にあった路面電車も島式ホームに目見温泉を有し、車庫が併設されていた。かつては東口を設置する計画があった。これは地下鉄千日前線の野田阪神駅が当駅の東寄付近の地下に建設される予定で、その連絡用として計画されたものである。 結果として、野田阪神駅は当駅の正方地下に建設されたため、東口は設置されなかった。ホーム岩屋を支える柱の形状と、高架下から観察できる階段用の開口部跡に、その名残を見ることができる。内側2線が主本線、外側2線が対比線である。ホーム有効長はいずれも6両編成分。 2019年時の1日平均乗降人員は32,832人である。これは、阪神本線の33駅の中で、大阪梅田駅、神戸三宮駅、甲子園駅、甘崎駅、西宮駅、今津駅に次ぐ7位である。近年の1日平均乗降乗車人員は、下表の通り、阪神線の大駅と比較してみても、 商業集積が進んでいる駅である。野田阪神前停留所7番8番乗り場は、野田阪神前交差点付近に設置されている。それ以外の乗り場は、駅北側に設置されており、大阪市ティバスと阪神バスが乗り入れている。阪神バスはかつて、阪神甲子園や宝塚方面への系統も存在した。バスターミナルの奥には、阪神バスの車庫がある。戦後すぐに、 当駅から分岐して、南波を経由し、近鉄鶴橋駅へ至る路線が計画され、阪神と近鉄の共同出資による大阪高速鉄道を設立して、軌道特許の申請まで行ったが、大阪市の反対により実現せず、阪神電放線を千鳥橋から南波へ延伸し、東側は近鉄が上本町から南場への新線を建設するように計画を変更して、現在の近鉄南場線、 阪神ナンバー戦となった。ありがとうございます。